デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさんとカットマッコ、こんにちは。専門家だよ、うん、俺より専門家だよ。現役の現役ですから、はい、専門家。銃のことだったら大体俺に聞けってよく言って。やめて、電動担当だから。それ全部言ってますから。やめて、何でも俺に聞けと。もう何でも俺がって言ってますから。そんなガッ強いから俺ごめんね、それに関してはもうこの答えもね、ビシッと出してくれる。どんな質問が来てるんでしょうかね。はい、ということでこのコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。お気軽に、投げかけていただけたらなと思っております。恋の捕食、さて今回は石友さんからの投稿です。2人に聞きたいということで、デメさん、アルガタさん、こんにちは。先日定例会でハンドガンメインで上手い方を見ました。それに憧れてハンドガンを探しています、冬の関東10度ぐらいでも快適に使える冷えに強いガス風呂のハンドガンはありますか。できれば 0.2g の弾で10発ぐらいは初速75から80ぐらい、出てほしいと。ソーコムマーク2さんは比較的冷えに強いと思うのですが、ブローバックがないので他の銃を探しています。お二人の個人的なおすすめでも構いません。よろしくお願いします。さらに何度か、すでに何度かお答え済みの質問でしたら申し訳ありません。いやもう何度でも答えますよ、はい、って形で、ね、だって古いアーカイブ探すの大変だったら ね、新しく出した方が、うん、動画の数も多いからね。だんだん雑になってきますよ。まあ、答えは僕らもうね決まってるわけですから大体雑になってますけど、一つだけこれ僕言えますけど、このハンドガンって僕はすごいこだわりを持ってるんですよ、実は。ゲーム中ハンドガンでサバゲーやるのは、本当に長物を僕を置いてハンドガンでやる時が結構あって、その時に選ぶ時は信頼性、弾速はどうでもいい、まあ、弾が飛ぶことが大事。そう、まず信頼性の部分ですね。ブローバックが起きる、球弾する、その時にホップアップが効く、で、マガジンが安い、この3つでまずちゃんと構成される。なるほどね。なんでかっていうと、マガジンが安くないと冬のマガジンで2本しか持ってかないってやめちまえっていうやつなんですよ。冬ではマガジン20本持っててください。20本、多いなだってハンドガンでやりたいんでしょ。あれ生ガス吹いたらリロードしたら20回できるってこと。だって俺ハイキャパのマガジン15、6本あるじゃん。あったねで、5本ずつ温めるんです、やってたな。5本を3サイクルで温めて、ハトサブレ型マガジンウォーマーっていうのを作って、パドックでありましたね。そう、ハトサブレに穴開けてドライヤーをぶち込んで、あれ穴開けとかないと意味ないよね。で、蓋を閉めるんです。で、1ゲーム中温めて次のクールの時冷ましておくんです。で、また5本温めてクールの時温める。これ大事なのは弾を入れないこと。弾入れてると弾が変形しちゃう。で、ハイキャパがやっぱりすごい、そういう外での運用ってそれぐらいしないと無理よ。うん、いやでもこの間だってこのコーナーまでは行ってないんだけど、ちょっと質問で簡単なのだってんでコメントで答えちゃったんですけど、はい、うまく入らない、温めても入らない。ああ、はい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 、はい、でマガジンが、マガジンを温めてもガスが入らないんですと。うまく入りませんと。そう、いや、この文面からするとおそらく温めてから入れてるなと、マガジンを。はい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 。で、一応まあ手順としてはまずガスを入れてから温めるなんですけど、はい、まあ、そうなってますかって聞いたら、温めてガスをやっぱ入れようとしてた。それは入らんもんな。それは入りません。圧力がガスの缶の圧力に対してマガジンの圧力が高くなっちゃってるんで入らなくなっちゃう。そしたら、そうなのっていう感じだったんです。そうなのかわいい。いや、そんな声ではないと思うんだけど、だからもう そこからね気をつけていただいて。そうなの、かわいい。まずガスを入れる、温める、その最後に玉を入れる。そうなの、もういらん2回でお腹いっぱいなの。全然いらん全然いらん
ちょっと受けたから続けただけじゃん。下心だよ。出すな下心。だからじゃあどうやってその時入れるかっていうと、冷やすんですよ。逆にマガジンの冷やしてね、冷蔵庫に入れる、冷やす、ガスを満タンに入れる、ガス缶を温めておく。誤解されるとまずいんだけど、ガス缶を温めちゃダメなんだよ、まあ、本来は本当はダメだけど、そう、あれ実験をさ見るとさ、ファンヒーターの前にガス缶を置いて爆発するまでやってみたとか、消防でやってるやつがあるんだけど、はい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 、ありますね。爆発する前に上の部分とかがそう抜ける、まあ、抜けるってもうパンパンになってからボーンといくのよ、うんうんうん、そこになるまでやるなよっぽどよ。でもそこまで行くのはよっぽどよ。それ放置しちゃったりね、しちゃダメよってことだよ。そうね、だからそうなる、まあ、そんなに温めなくてもある程度ドライヤーでねちょっと温めてもらえれば、はい、圧力がねマガジンとの差が生まれるから。ちょっと待って、観光の人何、うん、あ海外の人じゃねえか。そう、海外今ゴールデンウィークだからね、遊んできてるらしい。 ああいうカラーリング着る人は海外の人。海外の人あそうだよね。今カシャッカシャッってずっとゴールデンウィークでこうフィリピンあたりだと思いますね。失礼だね、本当にもう。だからブクブクって膨らむまでは温めちゃいけないよね。じゃあガス缶をちょっと温めて、でマガジンを温めて最後だから、はい、最後の方だから、うん、だからちゃんと順番を守ると温度が上がるんですけど、まあ、さあの銃でも、ね、冬に強い銃っていうと、冬に強い銃、私はもう先にちょっと答えちゃったんで何とも言えないですけど、ハイキャパを僕は冬でも使ってるって言ったんですけど、ハイキャパです、はい、はい、ハイキャパ。ただ僕はですよ、僕はここでね、やっぱグロックって言うんですよ。おすすめしたい、そう、ジェン5、丸いのグロック J5 絶対のすすめしたよ。絶対そうだね。あれはちゃめちゃに動くよ。そうやってさ、動く銃は当たり前だよ。一番新しく出たんだもんね。動かなかったらバカじゃんってね。大口径シリンダーバカ野郎がね、何年も前の絶景のハイキャパが動くのがすごいんじゃん。ハイキャパより動くよ。どっちも50連つければね、もう50連つけて北海道つけたら何年も動くよ、ね、グロックの J5 は動くよね。そう、僕ね、年明けぐらい外気あれですよ、5度とかですよ。それこそ持ってったんですよ、アウトドアサバで。ワンマガジン全部打ち切れましたよ。今度は里真子はこうワカサギ釣りのワカサギが泳いでるところに入って起き上がって打ちますから。起き上がって、その中からバッサー出て、それ打つ前に俺心停止してねえか。大丈夫大丈夫、めっちゃ詰まっても大丈夫。ウェットスーツまで用意してるから。ありがとうございます。でも、はい、ウェットにしましょう。クッソ寒いよ。これで大丈夫だからって。そう、大丈夫。あ、間違えた、ウェットだった。全然ダメじゃねえかって言いながら。あの人唇が青いんだよ。ちょっとまだカメラ回ってないから、ちょっとまだ死ぬな、まだ死ぬな。まだ早いってっていう。でも J5 って言うほどいいんだ。あ、いいよ、びっくりしちゃった。なんで、なんで。でもそれは単純に動くからですよ、シンプルに。で、多分今その回答とは違うと思いますけれども、それまで僕冬はね CO2 系のハンドガン使ってたわけです。そう、冬には CO2 使って、夏にはフロン使ってって使ってしてたんですけども、その Gen5 が出ちゃったせいで僕の CO2 ガスいらなくなっちゃった。もう冬でも動くんだったらこれフロンガスでいいやつ。それぐらいには感動できる。じゃあ CO2 に愛はなくなったってことね。あるCO2 使う理由を教えて、サバゲーで。僕は結局、まあ、セカンダリとして拳銃持ってるわけですよ、ね、長物がダメになった時、絶対に3発から4発動く拳銃が欲しかった、そうっていうので CO2 を使ってたっていうのは。俺さ、物申したいのよ。あんなに弾道が不安定なものは俺はまだ持てないの。そんな不安定かい。丸いのハイキャパを超えてないんだよ。あ、なるほどね、うん、それ比べちゃうとしょうもねえな、確かに。丸いのハイキャパとかグロックとかの弾道を得られてないんで、まだ、うん、そう、それはあるね。理屈的に考えたら、あれってエア容量が押しすぎちゃって乱れてるんだよね。そうだね、強すぎるね、圧力がね。そう、圧力が強すぎちゃうから乱れてるんじゃないかな。ので、うん、グロックの Gen5 を使うと弾道もいい。まあいいよね、うん、でもないものねだりじゃない。今もう買えんの。はい、じゃん。あれまだないよね、多分在庫ないもんね、今。在庫ないの。ないです。あら、やだよ、もう。いいものは早めに買った方がいいですよ。あ、それは事実だね。うん、でもずっと落ち着かないよね、Gen5。ね。
ずーっとない。ちょっと入ってはすぐ売れて、ちょっと入ってはすぐ売れてみたいな感じになってる。これスタッフが悪いんですよ。こういうやつがですね、買ってるわけですよ。入ったら、入ったらすぐ買うわけですよ。俺あれですよ、買ってないですよ、実は。お、じゃあ万引きか。買ってない。自分の店で万引きする。おーおー、横領か。お、横領だよ。横領してんだよ、俺は。で、僕は知人から借りてる。あー、そういう体だ。そういう体で、ね、だ。で、知人から借りてます、僕はちゃんと。その知人って、あの蒲田の方にいる。やめろやめろやめろ。あの、多分今頃泣いてるよ、取られた。取られた。ジェンファイ、俺はその蒲田のやつから、あの、ずっと CZ のコンプリートモデルを借りパクしてるよ。似たようなもんじゃねえか。人のことよく言えたな。だから言ったの、死んだら俺のもんだねって言ったら、うん、ああ、お前が初めて言ったやつ、そういうこと。だから、あの、Gen5 は持ってる方結構いらっしゃいます、うん、今、こう、今、あ、いらっしゃいますね、結構、うん、いやでも、やっぱりいいですよね、Gen5 って、うん、いいね。だから、あの、エンジン使って、これからどんどん新しいモデルが派生していってくれるとすごく嬉しいんですけどね。出てくれたら嬉しいモデルって何？ガバ1911の、で、あのシングルスタックの細いマガジンなのにはちゃめちゃに動くガバ、それいいな。そうが出たらそっち欲しい。もうよくね。もうよくね。じゃあ丸いのガバ使いたいんですよ、冬場でも。どうしても使いたい。マガジン40本持ってきゃいじゃん。持ってきて、ってたら方がいいよ。ハイカバー20本でいいけど、シングルスタックは40本がいい。倍ね。しかもリアガンでやんないとダメ。それぐらい、リアガンでもいいよ。リアカンだったら撃てんじゃないの。リアカンだったら多分撃ち切れると思う。あれが20発入っちゃうから撃てない。そう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 。だからやっぱりそこの部分で考えると、あの、シングルスタックの弱さ、まあ、しょうがないね。はい、今度白いハイキャパ出るじゃないですか。ああ、はいはいはい、あの血迷った感じのやつですよね。あれはエンジン、今までの DOR のエンジンですね。同じかな、変わらんと思います。色が違うだけ。 DOR 自体がエンジンが、そうなのよね。俺は大嫌いなんです、あの DOR の。ああ、そうだ、あれね、柔らかくなっちゃうんですよね。そうそうそう。あの、打ち味がドガーってこうスライドぶっ壊す感じのが良かったのが、なんかニョモンニョモンって感じ。え、やっぱ感じるよね。感じる。ニョモンニョモンって感じする。いや、ドカドカいらなかったら別に DOR でいいんじゃないですか。いや、ドカドカしたいじゃない。ドカドカしたいじゃない。ここでだっていっぱい動いてるから気持ちいい。バンバンバン。サバゲー特化、サバゲー特化したらね。サバでもみんなリコイルなんか強くしたりするじゃん、うん、重くしたりとか。いや、だからそれはみんなね、天の弱なのよ。強ければ弱く、弱ければ強くしたい。長ければ短く、短ければ長くしたい。いいよ、うち儲かるから。金かけてくれるんだったら何でもいいな。でも、あの、むちゃくちゃ言われる時もあるもん。なるほど。あの、リコイルは重く、でも動きは速く、それはむちゃくちゃです。はちゃめちゃなこと言わねえか。あの、ハンドガンの弾道も火薬使ってくださいって言われるんだね。そうそうそう。一番いいバランスは火薬ですってよく言うんだけど。あれよく動きますよね。日本国内では無理なんで、海外の方でね。でも、あの、ガバ以外はないの、うん、あー、どうだろうな。なんかこう、出てほしいガスブローバックみたいなの。スミスの方法。PC356 とかもうでもいいし、昔 の945とかの、うん、はいはいはい、丸いからね、はい、おしゃれだね。はいはいはい、ケーシーさんの綺麗だったもんね、945もうシルバーとか、うん、動きはね、ちょっと、うん、え、何の話ですか。綺麗でしたね、外装ね。綺麗でした、もう綺麗でしたね、本当にね。美しい。俺これでシューティングやる。すごい、リロードの達人みたいだね。あの人ジャムを楽しんでるね。エアガンっていろんな楽しみ方あるんだな。あるんだなと思いましたけど、でも、あの、本当に945綺麗だよね、出たら。綺麗ですね、あれは。俺は CZ75 以外いらないから、別に。はいはい、そうね。はい。え、ないっすか。私は、今は特にないかな。俺はシグ使ってましたよね、ずっと220。ずっとそうだけど、320とか気になるんじゃないか。全然。あのさ、会話を持ってってさ、こう歩み寄って投げ捨てるのやめない。もう2回ぐらい手に取って、ね、手に取って攻めて、取ってほしかった。226で十分なのよ。ああ、うんうんうん、うん、あ、もうどんなに荒く使ってもね、ちゃんと弾出てくれるっていう。やっぱ、ゆめちゃんの CZ の09とかシャドウとかいらないね。でしょ。でも226でも完成されてるってことですよね。そうそう。ね、でもあれじゃない、トリガーフィーリング重くない、シグって。なんか長いじゃん、ストロークやっぱり。あ、長いね。まあね、まあ、ダブルアクションだよね、しょうがないね。あれがなんか俺はどう思う。
だからやっぱガバとかグロックってカチンと落ちる感じが、視野の外れる感じが好きなの。それはあのほらシューティングとかだったらもうキャッキャまでね、うん、行きたいけど、うん、もう普通にサバゲーとか、ね、タクトレみたいなのやってるとシグのあのぐらいでいいかな、うんうん、でも多いよね、ピーキーなの好きじゃん、ね、最近のほらサバゲやった時俺他人の銃を使わせてもらうことあるじゃん、他人の銃って他人の銃勝手にその辺から持ってきちゃったみたいな感じなんか落ちてたから使ったわみたいな、違う、みんなの銃が俺は使いこなせない、トリガーが浅すぎる、びっくりした、みんなの銃は俺の銃っていうのかと思ってそんなジャイアンかすごいジャイアンじゃん、それはもう仲間は知ってるでしょ、自分銃が終わったらこれ使うわと思ってそれが2、30万なのか関係ないから俺にしてみれば、まあ持ってったのデメだからですね、そうそうそう、でトリガーのフィーリングがピーキーすぎる、うん、あーあるね、使う、あれなんで使えんのみんな、それで慣れるしかないんだろうけど、結局ねほら、あの姿勢がちょっと違うとバーストしちゃうとか出るじゃない、この状態でトリガー指入った時に触れてる時あるじゃん、あ、打っちゃったとか言ってるからそれはちょっと嫌なんだよね、嫌だ俺も、はい、逆に指先の管理しっかりできてるってことじゃないですか、そういう人は、いや、打ってるから出ちゃったって、あ、出ちゃったって出ちゃったっつってそれなんか違うの出てるの大丈夫それ、出ちゃダメですよ、出るか、暴げ、うん、出るか、長峰丼とかの銃なんてすごいよ、あ、シャーね、プルッていくから、うん、あれ早いから、だって衝撃与えただけでプルッていくから、あれ、うん、あ、出ちゃったっていつも言うの、言う言う、だからそういうのだとちょっとね、まあこの時は明るいけど苦手だな俺も、あれは確かに、だからやっぱりこうチューニングやってて思うのが、本当限界の一歩手前がベストだと思いますよ、ある程度のね、クリアランスは欲しいですね、欲しいです、うん、サバゲーで使うならね、はい、そうですね、シューティングとかも限られたその環境でその状態だったら攻めてもね、うん、いいかな、大会にしてもね、うん、はい、ということで、一応おすすめはハイキャッパかブロック、はい、ジェネ5、はい、あたりがまあもう本当に安定して使いたいんだったら50連を使って下に北海道を巻いてもらういう形が一番サバゲーでは、まあ、見てくれをね気にしながら、ね、まあ、いいんじゃないかなと思います、参考にしてください、ありがとうございます、デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です、デメちゃん裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます、投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。